キエフ1月放棄は1918年1月29日にキエフで行われた武装放棄または暴動である。ロシアのボリシェビキによって先導された兵器工場の従業員らが起こした1月武装放棄1月暴動とも呼ばれる。アルセナール工場1917年12月17日に改戦されたウクライナソビエト戦争においてボリシェビキは ウクライナ人の農民や労働者の先導や怪獣を行いながら破竹の勢いでウクライナを進軍した。ミハイエル・ムラビヨーフの指揮下のキエフ攻略部隊は1月にはウクライナ人民共和国の首都キエフにまで達した。赤軍はキエフ郊外で行われたクルートイの戦いでウクライナ人民共和国軍に対し 決定的な勝利を収めた。対するウクライナ中央、ラーダ政府も必死の抵抗を試み、市内では激しい市外戦が行われた。これに対し、赤軍はかねてより市内に潜ませてあった工作員を用い、アルセナール工場の従業員を先導して武装放棄を起こさせることに成功した。放棄は、キエフ中心地の同工場所在地で行われ、 武装労働者らは工場に立てこもり、鎮圧に駆けつけた中央ラーダ部隊と激しい戦闘を行った。砲棄に参加した労働者は、ウクライナ人以外の外国人労働者が多かった。折しも市外に突入したユーリー・ムイハイロビチ、骨油部員宿意識下の赤軍はこれを支援し、戦闘は市中心部全域に広まった。最終的に一連の戦闘には赤軍が勝利を収めた。 中央ラーダは自ーミルに疎開した。キエフではソビエト権力の樹立が宣言され、町は赤軍の支配下に入った。ウラビオフは街頭や住宅でウクライナ人を虐殺するなど一般住民の虐待を行い、また市街を破壊して回った。占領軍として振る舞う赤軍は一般ウクライナ人の感情を著しく害することとなった。赤軍には 多くのウクライナ人も参加していたものの、その中心的構成員は、多くがロシア人やユダヤ人であったので、後にユダヤ人に対するポグロムという形で報復がなされることとなった。アルセナール工場、1階入り口付近に1月放棄を記念するレリーフが飾られている。1月放棄広場にある放棄の記念碑ソ連では、ウクライナにおける革命の中の一つの大きな 出来事としてこの事件を記念した。1月放棄はしばしば反革命的ブルジョア主義者や民族主義者に対する労働者階級による正当的な革命的反乱として語られた。アルセナール工場に立てこもった労働者を守った当時の壁は市議会によってキエフ地下鉄のアルセナーリナ気正面から南に伸びるモスクワ通りに移設され保存された。場所は 地下鉄駅のすぐ近くで、駅前広場にはこれに加えて1月放棄を記念する、石踏みも建てられている。なお、この駅名も、この放棄を記念したものである。以前は、駅内ホールに1月放棄を記念するレリーフが、飾られていたが、1990年に撤去された。アルセナーリナ駅前を通って、キエフ・ペチエルシク大衆動員まで南東に伸びる、通りは2007年まで。 1>, 1月放棄通りと呼ばれて、いたが、ペチェールシク大衆動員の修復に貢献したイヴァン・マゼーパを記念したイヴァン・マゼーパ通りに改名されている。なお、この通りを北西方面に直進すると、駅前広場で通りの名前が変わるが、その名称はウクライナ人民共和国の大統領、ムイハイロ・フルシェーウーシクイにちなんで、ムイハイロ・フルシェーウーシクイ通りとなっている。 1922年から1944年までは現在のモスクワ通りが1月放棄通りと呼ばれていた。駅前広場は1991年にそれまでの革命広場から1月放棄広場に改称された。また、1929年にはオレクサンドル・ドージェインコ監督によるロシア革命を記念する映画シリーズ中の一作としてアルセナールが キエフ政策された一方、ウクライナ民族主義的観点からは、1月放棄は、ウクライナに対する裏切り行為として批判的に見られている。ソ連時代には、そのような考えが公に語られることはなかったが、ソビエト連邦の崩壊に前後する、ウクライナ民族主義者の発言力の増大後は、公然と批判することもできるようになった。強い民族主義視点からではなくても、 武装放棄という暴力的手段は一般に現代では好まれておらず、認められるとしても革命という特殊事情の過でのみであるというのが大方のところである。ありがとうございます。